わしの新年一発目の動画、餅をつきながらいろいろ語りたいと思います。よいしょ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 、一度ぐらい人並みの体になってみたいっていうのはあるのね。なんかこう、男友達の皆様、新年明けましおめで、今年よろしい。ジェンダーレスエイジレスカラタボンレスグラニオサ男です。わいざいまーす。はい、ということで新年を迎えました。昨年中は男友達の皆様方には大変お世話になりました。今年も何卒グラニオサ男をよろしくお願いします。はい、ということで2020年なりましたね。年々皆様どんな新年を迎えられているでしょうか。わしの新年一発目の動画、何にしようかと考えましたけども、せっかくお正月ですので餅をついてそれを食べるというシンプルな動画にしたいと思います。お祭り男としてやらせていただきたいなと思うんですけど、ぱっと見ね、一瞬ねブランチの鈴木明恵みたいな風に思うかもしれませんけど、そのコスプレではございません。ということで早速こちらに置いてある稲と臼、そして中にもち米入っておりますので、餅をつきながらいろいろ語りたいと思います。本当にね、昨年中はちょっとこれセンちゃんというかクルポコみたいな空気になっちゃうね。いたんですよみたいな、なーにってなっちゃいそうな気しますけども、わし的には小学生の時とかは餅つき大会みたいな行事みたいなんてあったけど、そっから全くしてない。初、大人になってからは初餅つき。なのでこういうことやね、なんか一旦こうしてるわよね。このキネの方ちょい濡らししの叩くんですもんね、こうやってね。しかもこのサイズ感ちょっとちっちゃめ、でもちゃんと木でできてる。キネと薄、気に入った。これ皆さんぜひとも買っていただきたい。そんなにね大きくもないですし、ご家族とか、なんだったら一人暮らしの人とかお友達でやるときにはちょうどいいサイズ感で、なおかつリアリティのあるいいキネと薄だと思います。ちょっとこう水濡らすんですよね。そう、それを本来はこっちにいて、よいしょ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 、ひっくり返してよいしょよいしょ、なんでしょう。わしは一人でやるっていう形になるから。あと、もち米熱いて、昨年やったその炊飯ジャーから直接おにぎり握るってよほど熱くはないけど、わし的にはちょっと抱負的なこと言っていこうかな。大丈夫かな、このシンプルな絵。もう本当に板の上に木で土偶を置いたってわけわかんない人物が座っているという動画になっちゃいますけど、昨年はねいろんなことやらせていただいて、今年はわし的にはよいしょよいしょよいしょ、お部屋を飛び出してロケしたい。例えば夏場だったら海とかマリンスポーツしてみたりとか、なんかこう景色が凄まじく綺麗な場所に身を投じて季節を味わってもらいたい。やっぱり部屋中にいてどの季節に撮ったところでやっぱ絵は変わんないじゃないですか。っていう意味で言うと、この景色まことかっていうような、この景色いつまで放てよおいみたいな、四季折々の春夏秋冬感じられるような動画を撮っていきたいかな。それが一つかな、うん、飛び出してロケしたい。男友達たちと一緒に旅する。今年はやっぱ男友達とかにもなんかじゃんじゃん出てもらおうかななんて思って、一人だけでやってるのももう寂しくなってきちゃったから、いろんな男友達に出てもらえたらなっていうのもあります。あとはそうね、やってみたいこと、あ、お迎えね、お迎え。そう、去年も言ってたんだけど、もうだって昨年中に6万人の男友達チャンネル登録してくださってるから、感謝の意味も込めて直接お会いして話してみたい。ドハマりしてくれてる子もいるみたいだから、そういった人たちに感謝の意を直接届けたいっていうのが一つかな。あとグッズね、グッズ作りたいと思ってるかな。ファッション的なものだったりとか、あとスタンプとか、ハート折り越してバーバー折り越してバーみたいなスタンプとか、それ面白株式会社とか、まことかいつだけ放てよおいみたいな、やかましはやかましすぎてわかやかしみたいな、そんなこといろんなこと言ってたなっていうのもなんか形にしたいかな。それをなんか使って男友達じゃない人に送った場合に、誰これ何これみたいな風に
言われるのもなんかこう一つ楽しいかなっていうふうに思うかな。アクション短編映画、何分かの短いアクション映画撮りたいかな。ちょっと動けるようにもなってきたし、トゥームレイダー的なそんな感じのができれば盛り上がるかな。ちょっと自分の動く動画の成果みたいなの残せたらかな。あとやっぱり昨年ちょっとね反響あったそういうフィットネス的な部分もできたらいいかな。体を変えたい、 なんなら一度ぐらい人並みの体になってみたいっていうのはあるのね。痩せてる状態の人に、普通の体型の人になってみたいなっていう気持ちもあるかな。この叩き具合を一人でやってるから変な感じだけど、なってきたよ、もうなってまいりました。ほらほらほら、いいんじゃない？よし、いいんじゃないでしょうか。お餅の方がちゃんと形を成してきました。これを新年一発目食べてみたいと思います。というわけでお餅がつき終わりました。このボリューム、わし一人で行くっていうには最高の大きさでございます。こちらはちょっと砂糖醤油でいただくという形を新年早々の動画にしたいと思います。今年もやっぱりわしは独り身なのかな。それは避けたいっていうのが大きな抱負かな。来年とかはもういっぱい男友達呼んで、その中にはパートナーがいてみたいな冷やかな動画を撮りたいかなって。だから今年中にいろんな男友達増やして、なおかつパートナーみたいなのができれば報告する形にさせていただきたいと思います。じゃあ早速何にもつけてない状態のプレーの餅いただきます。多いし、多いしなんだけど、新年一発目の動画でさ、一人でさ、餅ついて一人で食べてる動画の人他にいるのかな。なんかわしだけのような気がして、物寂しくっていうか、しかもこの大きな餅をさ箸でつまんでさ、ちょっと切って食べる。ただやっぱお餅総合多いしよ。うん、プレーンの良さってやっぱり大人になってから分かるっていうか、まあエイジレスだけど、シンプルなもち米のちょっとこうネバネバした感じと素材の甘さみたいなのはこのままでも感じられるような年齢になってきたわね。いや、エイジレスだけどお餅美味しいよね。みんなどれぐらい食べるんだろう、お正月。お汁粉に入れたりだとかね、お雑煮に入れたり、餅を焼いてとかね、切り餅なんてのもいいよね。ちょっと砂糖醤油の方いっていい？うん、総合美味しい。醤油も美味しいし、砂糖も美味しいじゃん。そこに餅美味しいじゃん。だからやっぱ美味しいもん同士だから、それ美味しいよ。不思議な味よね、砂糖醤油って。やっぱの砂糖醤油に合うもの何ですかって言われたら、やっぱり餅って1位じゃない。うん、というわけで、ネズミ年2020年オリンピックなんかもある、この年も明けました。皆さんくれぐれもね、体には気をつけて健康な1年間を過ごしてまいりましょう。今年も数多く動画を上げれるよう努めたいと思います。そして面白い動画を上げることをここに誓いたいと思います。本年も改めまして何卒よろしくお願いします。はい、というわけで、ありがとうございます。インナーマッスル、オーツーカーレイス、サマーデイズ、バイザイマー。初めての方、チャンネル登録よろしく。